はい、ただしげチャンネルです。本日はエンゼルス対オリオールズ、なんと現地観戦、ずっと行きたかった大谷翔平の観戦に、ロサンゼルスに向かいました。はい、飛行時間は約12時間、かなり長かったですが、アメリカに到着しました。そして、ウーバーを使って、宿舎ホテルに、向かいました。はい、日は明けて翌日。いや、使う筋肉違うから全然大丈夫やとは言うてるんですけど、うん、これ以上これ切りがしたかー思って。そうですね、もう手術するいうの言うてますしね。うん、トラウトやな。Hello for UberUber? Okay. Yeah. Great. Thank you. Thank you. 来てしまいましたね、ついに。あの前で打ってたらダメですね。エンゼルスタジアム。会いに来たよ、大谷翔平。怪我して辛いところを応援したらな。ああ。翔平。チームホブターナカヤラ、お前まくってるやん。そりゃいいんちゃう。行きましょうか。ここからおトラウトの通算成績が、さすが MVP 男ですね。すごっ。おー、翔平。テクサス。あれ、オフィシャルさん。オフィシャルですかね。ちょっと、あれ。そうですか。そうか、うん、中入ってんの方が品揃えめっちゃありますよ。あ、そうですか。おお、チームストア。今オリオールズの攻撃なんで、なんか買いに行きません。あんまりね、前すぎたらあの網が邪魔で見えないんですって。あ、もう攻撃じゃないか。世界一ですよ。なんでそこにやったの？
あそこは、ホームラン入ったら花ぶち上げると思う。この席いいっすね。めちゃくちゃいいっすね。入れといたのか。
準備いますね。
これが大谷のヒットやったら、ねえ、うん、これサイドメニューいりますかってこういうの。ベジタブルバーガー。サイドどうします？サイドはいらないです。飲み物いるんじゃん。どんどん買ってみましょうか。水、ビール。飲み物も頼みます。頼みますか？これも。アイスクリームを。うわ、うわ、めっちゃいいやん。いいっすね。お願いします。スニッカーズアイス。ふわふわふわ。スニッカーズアイスクリーム、これうまいかもね。うますやん、これ。それいきましょうよ。これ3つ？ちょっと、うん、ちょっと選ばせてもらっていいですか、そのアイスクリーム、すいません。うるさいっちゃうな。アイスをやっぱり選びたいですね。選びたいんですよ。これ見てくださいね、この選ばな、これ。あ、美味しそう。これ。うまっすね。うん。これしますよ、これ。ちょっと短くないじゃん。10ドルもしますね。1500円です。そんなに？なんで？でかいじゃん、これ。めっちゃ配達やからですか。ショートスタート No.19 カイレン・ペレス。まあまあ飲み物で1000円しますからね。マジか。水で1000円です。うわ、モンスターエナジードリンク安いな。ほらどこやどこやな。なんでコーラなんだ。セルフです。やばい。もう水もそんな。あれちょっと。あ、セキュリティコードだけしか知らないですよね。でかい。でかさを知ってもかかって、携帯を置いてる、携帯を置いてる。でかいですね。はい、ありがとうございます。これは？
It's time for Make You Laugh. これダブルダブルちゃいちゃいますね。ダブルダブル。オッケーオッケー。ベジタブル全然ベジタブル入ってる。ベジタブル。What do you call a silly doorbell? トマト入ってるだけやん。A ding dong. あ、なんかあの。アイスクリーム食ってる自分どこかもわからんっていう意地並み立つ言わないな。すいません、もうあのそんなそんなのやのにサブってしまってもう飲むからおーい行ったんじゃん。やったー、よっしゃー。もう自分取ってて取られへんかった打ってるところ、ファイヤクや、ファイヤファイヤ。やっぱりね、野球の醍醐味ホームランですね、ほんまに。サビ。もうちょっと買いに行きません。上寒いですって。なあ、リップケンは彼女連れで。はい。
Angels. Hayes was an all-star this year for the Orioles. Round off over to the top of the seventh inning. It's being brought to you by Resorts World Las Vegas. Visit rwlasvegas.com to book your fabulous hotel stay.行きましょう。ってみるね。ほら、ほら。遠い。あれ？
Advisor, but I'm going to be
てしまいました。まあアイス、あの7割残しましたからね。本物だからね。寒さに負けたよ。寒さ負けました。寒さに負けて、テレジが寒さにした瞬間言う前に、俺心がちょっと寒っと思ってたんですよ。その瞬間にテレジが寒いって言うから、めっちゃ面白くてみんな同時に思ったんですね。その言葉を聞いたんと思って、寒くなる前に重機で止められてまた来るからな。くそ。ボールのスタジアムもいいっすね。Shohei Ohtani absent. Shohei Ohtani absent. はい、今回、スタジアムで購入したものです。シティコネクトの、パーカー、寒かったのでこれを着て観戦しました。はい、そして、店頭で売り切れてた、大谷翔平のユニフォーム、そして、ラリーモンキーのぬいぐるみですね。あとは、シティコネクトのキャップ2つですね。大谷のユニフォームは売り切れているので、オーダーしたんですが、オーダーの仕方はまた別の動画で紹介したいと思います。初めての観戦、しかし突然の大谷の欠場、これには絶句しました。しかし、一人ではなかったのでみんなで、楽しめた、エンゼルスの観戦でした。この他にもまだまだエンゼルスの観戦動画ほか、ロサンゼルスの、爆笑超面白動画をたくさん、アップしていきますので、そちらの方もご覧ください。よろしければ、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。ただしげチャンネルでした。